はい、皆さんこんにちは。今回は、ホワイトデイズ、ホワイトデイ、学校という名の迷宮、はい、やっていきたいと思います。なんかオープニングが超不気味、なんかオープニングというかタイトル画面の音楽が、オープニングがなんか色恋沙汰かっていうような感じだったけど、タイトルでいきなり不気味になった。さあやっていきましょう。最初から始める。まあ最初から激イージーでいいや。気軽にシナリオを楽しみたい。なんで夜の学校、なんでプレゼントを渡したいの夜の学校なんだよ。小学校の時はな、大津少年団でソフトボールやってて、部室にカバン忘れて夜の学校に取り行ったことあった、あるけど、あれは不気味だった。でも夜の8時の学校って普通に絶対まだ先生とかがいて、無人で不気味ってほどではない気がするな。夜の8時なら地下迷路のような場所があると噂されています。あるか、こんな。まあでも一応ホラーゲーだからな。ぶっちゃけ2500円ぐらいでなんか安かったから買ってみたんだけど、でもなんかグラフィックの質はプレステ3並みだな。お、FPS 視点か。L1 で走る。なるほど。2年8組。なんかメールが来た。サービス障害のご案内。階段？こっちか。ちょっと待って、なんで非常口しかないんだ。いきなりポンポンポン出るのすげえ怖えよ。普通あった、入り口すぐそばにあるやろ。文書、豆乳ってうまい。収集室の、ああなるほど。ちょっと待って、2階に行く扉がないんですけど。あ、施錠されとる、施錠されてる。トイレしか行くとこないやんけ。あ、なんかある、サインペン。若干嫌な音がする。そうでもなかった。マジかよ。いや、隠れなくていいから。
嫌な予感がする。あれ？アイテム。努力は人を裏切らない。マップないわ。他に行くとこなくね？机とかかな。これすげえびっくりする。ちょっと待って、行くところがないんですけど。もしかしてこのゲーム脱出ゲーム？あ、なんかある。ここになんか文章なくない？でも針回せんな。回せるかと思ったら。机ではなさそうやな。はあ？でも唯一怪しいとしたらここなんだよな。でも何もない。ちょっと、違う違う、やっぱり何もないな。
ィッシュ自販機。トイレも。お。コーヒー。ティッシュ自販機ではないか。うわ、いきなりなんかもう詰まったんですけど。お、いきなり進めた。お、開いた。あ、うーん、女の子。入れそうにないわね。そうだね、何か方法はないのかな。もう音もなく現れたらびっくりするでしょ。確かに。右のやつはすげえ睨んできてる。最近転校してきた子なんだけど。ふーん、そうなの。とにかく私は行くね。また後でね。私八組の藤野さやかよ。じゃあ自己紹介。いきなりで驚いたけど、会えて嬉しいわ。ところで、こんな時間に学校に何しに来たの？君には関係ないやねえよ、ダメや。このタイプには。とにかくちょうどよかったわ。手伝ってほしいことがあるの。なんで？嫌だもん、ダメやな、このタイプには。頼もしいじゃない。ついてきて。明らかに気が弱そうだもんな。光と二人で困ってたんだけど、男のあんたが来てくれてよかったわ。あんたが手伝ってくれると助かるんだけどな。何を？つかこのゲームセーブはどうやるんだろう。セーブはないね。まあ、とりあえず最初のセーブポイントまでは頑張るしかないな。いらっしゃい。女子トイレは初めてよね。あの、普通初めてだろ。お花を摘む間。なあに？変なお願いされるとでも思った？家庭科室に教材を置いてきちゃったんだけど、閉まってて入れないのよ。さっきの機械実習室に鍵があるはずなんだけど、そこも閉まってたのよね。まさか。だから、やっぱりあんたがあの換気口から入っていって鍵を取ってきてよ。まあいいだろう。ありがとう。あんたならやってくれると思ってたわ。嘘つけ。脚立と何か格子を切る道具も必要だわ。ちょっと探してきて。お前も探しに行けよ。やるやるだぜ。こっちしかないな。嘘。あ、鍵閉まってる。もか、開かない。お、ニッパー。お、脚立あるやん。
は？切れた。できましたよ。学校の中を探せば必要なものが見つかるはずよ。うわ、幽霊じゃなくても思いっきり普通の人間じゃん。さっき機械実習室の近くで脚立を見た気がするのよね。非常口ってここだよな。あ、鍵がかかってる。ちょっとそろそろ正直セーブしたいな。あ、こっちに道があったのか。死にたくなければ守衛から逃げろ。バルブ閉めたらあれだろう。ここが通れるとか。100万年早かったか。お、もう一個。やろ。やっぱり音がしない。ニッパーニッパってない。
これ全部につなげるのは無理じゃね？全部につなげるの無理だよな、どう見ても。え？絶対2と3無理じゃない？マジで意味わからん。3番と4番なでや金が出てきた、金と鍵が出てきた。なんじゃこりゃ。タイプライターではありませんでした。おお、ありがとう、やるじゃない。さあ何、私を怖がらせたいの？騙されませんよーだ。こんな話知ってる？この学校、戦時中は病院として使われたらしいわ。その時大勢の人が死んだから、学校中が幽霊だらけっていう噂もあるみたいよ。もしかするとその噂本当かもね。こういう夜は特に。うわっ驚いた？あんたこういう話に慣れそうね。これ俺なら切れるな。もう扉が全部閉まっちゃう時間だわ。この学校、10時を過ぎると全ての扉を閉めるの。講堂の玄関以外はね。だから外に出るには講堂へ行くしかないわ。ここと新館と講堂と全部つながってることは知ってるわね。ほら、向こうの廊下の鍵よ。帰りに開けといて。先に行って、私まだやることが残ってるの。行ってらっしゃい。あ、今のでセーブポイントだったのかな。賭けだな。ここで一回戻ってみるか。続きからがあるかどうかだな。コンティニーあった。あ、よかった。コンティニーあったね。はい、ということで、今回はホワイトデイ、学校という名の迷宮第1回目終わりました。まあ、グラフィックはぶっちゃけ微妙、プレステ4クオリティじゃないけど、なんかお話としては結構面白いかもしれない。またはい、近日中に第2回目上げていきたいと思います。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。